タチアナ・コンスタンチノブナは、ロシア帝国の皇族。ロシア皇帝ニコライ一世の孫にあたるコンスタンチン、コンスタンチノビチ大皇とその妻エリザベータ、マブリキエーブナ大皇妃の第三次、長女、サンクトペテルブルクで生まれた。1886年に皇帝アレクサンドル三世が出した、ロマノフ家法によって、ロシア大皇、ロシア大皇女を名乗るのは、 皇帝の男系のことその孫に限ると明記されたことから、ニコライ一世の彦にあたるタチアナは、皇女の称号で呼ばれていた。1911年、グルジア生まれの軍人、コンスタンチン・バグラテオニムフと婚約。コンスタンチンが王族でないため両親は結婚に反対したが、ニコライ二世は、グルジア王家の末裔であることを理由に、この結婚を認め、タチアナは、ロマノフ家で、 初めて非王公出身者の配偶者と結婚することになった。かつて帰戦結婚をしたロシア大公、ロシア大公女はいたが、その多くは国を追放されるか、秘密結婚をしていた。タチアナは初めて合法的に結婚し、ロシアに留まった人物であった。1911年に正式に結婚、日誌を設けた。第一次世界大戦中、夫コンスタンチンは、 ヤロスラブで戦死。また、弟オレグも戦闘によって1914年、戦没。タチアナの他の兄弟、イオアン、コンスタンチン、イーゴリの3人は1918年に、ボリシェビキによって殺害された。幼い子供たちを連れてタチアナは、おじドミトリー・コンスタンチノベチ大公のもとに身を寄せた。その期間に、ドミトリーの直属士官であるアレクサンドル・コロチェンツオフと、 恋仲になった。おじの反対にあい、タチアナとアレクサンドルは子供たちを連れて、ロシアを離れた。不運なことに、ロシアに残ったおじドミトリーは、1919年に、ボリシェビキによって殺害された。タチアナとアレクサンドルはスイスへ移り、1921年に、正式に結婚した。しかしわずか3年後にアレクサンドルと死に別れてしまう。タチアナは子供たちを一人で育て上げ、 それぞれが結婚した後に2層となった。彼女は2層たまらとしてエルサレムのオリーブ山修道院で死去した。ありがとうございます。